い。はい、パンちゃん、おはよう。今日は昨日、一昨日と2日暖かかったんですが、今日はちょっと寒い朝です。曇りですね。曇り空見えるかな？よいしょ。あー、曇ってるから見えないね。はい。パンちゃんにはピントが合うか。あった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 。そして、ジャン君どこ行っちゃった？せーの。じゃんけん、はいはい、で、こっちへ、で、はい、行こう。ママさん帰ってくるかな？ちょっと期待した。ちょっと音がしてるもんね。ジャン君家猫生活8周年の記念のプレミア動画ですね。こちらの方が今終了したとこです。1時間ちょっと1時間15分ぐらいの動画だったんですが、短いと言われました。これは嬉しいことだとは思います。はい、ジャン君、今日はお祝いですが、特に何も用意していなくてごめんなさい。ごめんね。ちょっと仕事も忙しくてね。ちょっとお買い物も行きませんでした。はい、いっぱい撫でましょう。ということで、ポンちゃんおめでとうって言ってあげてください。でもポンちゃんの家猫生活何周年っていう動画、あれ作ってなかったっけ？作んなきゃね、今度ね。ね、やりましょう。ちょっと切りない時に作ったらいいかな。ポンちゃんもポンちゃんなりにね、最初は、ビビってるせいでクールだったのがだんだん甘えん坊になってきてるもんね。うん、あとはジャン君とのラブラブの、でもそれこないだ作ったな。それはポンちゃんの誕生日、お誕生日用にね。ポンちゃん、じゃあポンちゃんも5年かな、5周年になったら作るのかな。そうっす ね、 ね、3周年はもう過ぎた。だってポンちゃん4歳。あれ次3周年じゃないか、次の春は。だとしたらキリはいいよ。あれ4歳だから、うちの子たちむずいねん。わかりにくいね。まあ、なんか作ってみよう。うん、何ヶ月できたんだっけ。はい、だから、4年経ったから。皆さん、ご視聴ありがとうございました。